シャパテアードというのはフラメンコのダンスで、ダンサーが、まあ、タップダンスではないですけど、床をこう踏んでリズムを作ったりというような、足のテクニックを見せる部分、それのことをシャパテアードと言っています。でこの曲は、作曲の内容的にもですね、フラメンコの要素を非常に巧みに取り入れている。ハイポジションの時によく申し上げるんですけど、ここがしっかり表面板の前に入ってくるように、きちんとその肘、肩の位置をコントロールしていくのがポイントだと思います。で、ご覧のように今12ポジションに入れてるのがわかるでしょうか。これで中指を12フレットに、中指は13フレット担当なんだけど、これを12フレットに拡張しなければならないので、肘を開いてこうすることになります。その分小指を伸ばすことになる。肘の側面を前方に見せるようにすることで、ハイポジションへの音圧を強めることができますよ。よろしいでしょうか。で親指の位置もですね、ネック裏に、こういうような形でセットすることになりますね。一気にハイポジションへ。で肘がハイポジションに対応するようにこうしてきたのが分かりましたよね。もう完全にこれも 1,2,3 ポジションで弾いていますよね。で隣がコンバット。第4ポジションでここまで完全にポジションなりということになりますよね。第4ポジションのポジションなりで、で2弦の開放弦を使ってポジションチェンジで、ここはもう第1ポジションということになります。そうすると指使いは完全にポジションなり、フレーズとしては6弦の開放弦に向かってそこで終わるフレーズなんだけど、この場合開放弦はこのフレーズになっちゃうんですよ。111小節目のこうつながってるんだということを意識していただきたい。それなのでこのコードチェンジ、これを素早くしたいなというのがこのフレーズの終わり方の特徴と言ってよろしいでしょうね。練習方法としてはこういうふうに2つずつの音に分けて、というふうに練習をなさるとよろしいかと思います。でもちろん普天音符の練習も、逆普天、こっちも必要ですよね。ここはスイープ、ここもスイープ。これから出されてくる方法もこの曲でやっぱり特徴的な方法なんですが、 E フラットというのが出されてきたので、それをそのまま同種単調のマイナーに転調してきているんですね。これはこの後でもね、また使われる方法なので覚えておいていただきたいと思います。ここでのですね、コード取りですね。でこの B というコードなんですけど、これはここを1マイナーと見た時の6番目のコード、まあ言ってみるとこれこのコードのダイアトニックコードで、まあ一種の代理コードということになりますので、ここの E フラットから途中で転調してるんですけど、この4小節がやはり一つのブロックとしてうまく機能していますね。 E フラット、
Bb7 on E フラットで E フラットマイナー、そして B、 よろしいでしょうか。それでまたここを一つの出だしと見てこれが来るんですね。大変機能的にうまく作っていますよね。よろしいでしょうかね。見事ですね。で今度はまたここをきっかけに、本当はこれはここから始まってここまでのブロックだったはずなのに、今度はここをきっかけにここで行われたことと同じことが行われてるんですよ。ここの B をきっかけに、これを引き出してきたら、それを Bm にしてきていますよね。これと同じ話ですよね。よろしいでしょうかね。そしてこれに対してまたこれをもう一回行っているということで、もう見事ですね。